はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は B 級2組順位戦の最終戦が終わりましたので、その結果速報をやらせていただきたいと思います。まず、すでに昇級を決めていた大石四段は、郷田九段に勝ちまして、9勝1敗で昇級に花を添えました。そして、杉本八段に勝った高見四段、戸辺四段に勝った石井六段が逆転で昇級を決めております。石井六段は、最終戦深浦九段が敗れて自身が勝った時のみ昇級という苦しい状況でしたが、見事に逆転昇級となりました。ちなみに深浦九段は9回戦10回戦どちらか勝てば昇級という非常に有利な状況でしたが、連敗で残念ながら昇級を逃すという結果に終わっております。また谷川17世名人が一時大逆転昇級かと色めき立つ時間帯も存在しておりました。結果的に谷川中七世名人は青島六段、石井六段が逆転して勝ったため、惜しくも昇級とはなりませんでした。青島六段は石井六段とたった一つの順位差に泣いて残留という形になりました。ちなみに青島六段が阿部九段に早々に勝った後、石井六段が戸辺四段に対して不利な状況が延々と続いていたため、青島六段の昇級かと思われましたが、最後の最後、石井六段がひっくり返し、最後は銀の限定愛2連発で、かろうじて勝ち切るという非常にこうドラマチックな展開でございました。結果的に、石井六段対青島六段戦ですね、この2回戦、そして谷川九段対高見四段戦、この直接対決の勝敗が、明暗を分ける形となりました。もしこの青島石井戦の結果が逆であれば、青島六段昇級でしたし、また、谷川高見戦ですね、この勝敗が逆であれば、谷川17世名人が昇級だったということで、今回は直接対決の勝敗が明暗を分けるという形になっておりました。続きまして、残留争いの方も見ていきたいと思います。B 級2組は高級点7名、高級点2回で高級という制度になっております。中村治九段、畠山八段、飯島八段、井上九段はすでに降級が決まっていましたが、10回戦で新たに阿部隆九段の降級が決まりました。これで C 級1組降級は5名、阿部隆九段、中村治九段、畠山八段、飯島八段、井上九段が2回目の降級点で C 級1組降級となってしまいました。藤井猛九段、中川八段、鈴木九段も降級点1回で4勝6敗と阿部九段と同じ状況でしたが、順位差で辛くも高級点回避となっております。鈴木九段は4連勝から6連敗で非常に危うい状況でしたが、首の皮1枚残すという形になりました。中村治九段は早々と高級決まっておりましたが、7連敗した後3連勝でフィニッシュして意地を見せました。またその他の棋士の成績も見ていきたいと思います。松尾八段、北浜八段、渡辺六段が6勝4敗、郷田九段、佐々木七段、行方九段、阿久津八段、戸辺七段、及川七段が5勝5敗となりました。戸辺七段は5連勝スタートでしたが、その後まさかの5連敗で5勝5敗差し分けで終わっております。そして久保九段、丸山九段、藤井猛九段、中川八段、鈴木九段が先ほど申し上げましたように4勝6敗フィニッシュとなりました。で、鈴木九段より順位が下の阿部九段が同じく4勝6敗でしたが、2つ目の高級点となりまして高級となっております。続きまして、来期の B 級1組のメンバーを見ていきたいと思います。 B 級2組からは大石四段、高見四段、石井四段が上がりまして、そして A 級からは広瀬九段、斉藤八段が参加するという形になります。そして大橋七段か増田七段がどちらかが残留で、沢田七段、糸谷八段、近藤七段、羽生九段、そして佐藤九段、三浦九段、山崎八段、屋敷九段のうちの1人が陥落となりますが、誰かが残るということで、こういったハテナをつけて表現しております。こういったメンツになります。レーティング一番高いのは羽生九段ですが、ちょっと最近順位戦では振りませんので、スタミナ面に不安というところでしょうか。広瀬九段、斉藤慎太郎八段の2人はレーティングも順位も高いということで、おそらくどちらかは昇級するんじゃないかなと予想しています。また
もし今回 A 級に上がれなかった大橋七段か那須田七段、どちらかはまた昇級候補筆頭ということになりそうですね。大石七段、高見七段、石井七段としては、この広瀬九段や斉藤八段、そして羽生九段や大橋七段、増田七段らに比べると少しレーティングが落ちる形になっておりますが、果たして昇級争いに絡めるかどうか、また残留できるかどうか、そのあたりも大注目でございます。続きまして、来期 B 級2組の昇級争いに注目してみたいと思います。やはり C 級1組から昇級してきた方々が非常にレーティングも高く若く強いので、連続昇級という可能性十分あると思います。特に伊藤匠七段は前期試中でも永瀬九段を抜いて藤井八冠に次ぐレーティング2位につけておりますので、連続昇級の可能性極めて高いと思っております。また服部六段も、来期の B 級2組の中では伊藤匠七段に次いでレーティングが高く、今期も10勝0敗という圧倒的な成績で昇級決めておりましたので、また連続昇級しても全くおかしくないというところですね。そして古賀六段は非常にこう順位戦の適性抜群でかなり、安定感もありますので、やっぱりこの3人がそのまま B 級1組に昇級しても全くおかしくないと思います。対抗としては青嶋六段、谷川十七世名人、深浦九段ら、今期上位者とかですね。あと B 級2組は結構突如として好成績を取って B 級1組に上がるというパターンもありますんで、今期成績の悪かった方々も、また十分チャンスあるのかなというところですね。残留組の中ではやはり青嶋六段や渡辺六段がレーティング的には非常に高く注目しております。次点として戸辺七段ですとか、また、この久保九段や丸山九段といった力のあるベテラン勢ですね、郷田九段など、そのあたりが爆発する可能性も十分あると思います。また見逃せないのが B 級1組からの高級者ですね、横山七段と木村九段が次の B 級2組参加が確定しておりまして、もう一枠屋敷九段、山崎八段、三浦九段、安光九段の4人のうち誰かが B 級2組に参加するという形になっておりますが、やはり横山七段や木村九段も非常に強い棋士ですので、また来期いきなりカムバックという可能性も十分あると思います。本命としてはやっぱり伊藤匠七段、服部六段、古賀五段、特に伊藤七段と服部六段、この2人は昇級予想の鉄板になると思います。でもう一枠を青嶋六段や古賀五段、そして B1 からの高級者たちが争うと、そういう風になるんじゃないかなという風に予想しております。ぜひ皆さんの予想もお聞かせいただければ幸いでございます。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。改めて最後にもう一度振り返っておきますと、大石七段、高見七段、石井六段が昇級、青嶋六段は石井六段と同房しながらわずか一つの順位差で涙を飲むという形になりました。谷川十七世名人はもし昇級していれば全クラス通じて史上最年長昇級でしたが、惜しくも残留という形になっております。で、深浦九段は9回戦10回戦どっちか勝てば昇級という形でしたが、残念ながら連敗で残留というドラマ満載の B 級2組となっておりました。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。